イギリス、ポーランドに対空システム、スカイセーバー、配備。イギリス政府はポーランドに対空防衛システム、スカイセーバーを配備すると発表しました。イギリス、モレス国防省。イギリスは中距離対空ミサイルシステム、スカイセーバーを100人の兵士と共にポーランドに配置します。ロシアがさらなる攻撃を仕掛けた場合、ポーランドの空域を守るためです。イギリスのモレス国防省は17日、訪問先のポーランドで対空防衛システム、スカイセーバーをポーランドに配備すると発表しました。イギリス政府によれば、スカイセーバーは正確性が高く、音速で飛行するテニスボール大の物体を迎撃することができる、ということです。イギリス首相官邸の報道官は、配備はポーランド政府の要請に基づくもので、スカイセーバーはイギリス軍によって運用される、と述べています。NATO イコール北大西洋条約機構はロシアのウクライナ侵攻を受けて、ポーランドなど東欧の加盟国の防衛力強化を打ち出していて、今回の配備もその一環と言えます。